バーバリージリスは、ネズミモクリスかバーバリージリス族に属するジリスの一種。本種のみで、バーバリージリス族を構成する。西サハラ、アルジェリア、モロッコに分布し、カナリア諸島に移入されている。亜熱帯、または熱帯の乾燥した、寒木地、温暖な草地、岩の多い地域に生息し、群れを作って、巣穴に住む。カールフォンディンレによって1758年に、 命名された。西サハラ、アルジェリア、モロッコのアトラス山脈海側のバーバリー海岸に分布する。1965年にカナリア諸島、フエルテ・ベントラ島に移入された。アフリカ大陸のサハラ砂漠以北に生息する唯一のリスである。バーバリージリスの背部と、 お体長160から2 2 0トル、お長180から2 3 0トル、体重300から3 5 0ひ紐は肺褐色、または赤みを帯びた褐色で、胴の両側に一本ずつ白色の縞があり、背骨に沿ってさらにもう一本の縞を持つこともある。腹部は泡灰色で、尾には黒と灰色の縦縞模様がある。 バーバリージリスバーバリージリスが食料にするアルガンの木の果実乾燥した岩の多い土地に生息し標高4000メートルまでの産地にも見られる。群れを作り乾燥した草地や寒木や岩の多い地域に掘った巣穴かまたは岩の間の穴に住む。朝早くと午後遅くに巣穴から出て食事をし日中の暑い時間帯は巣穴に戻る。植生は草食性で 主にアルガンの木の果実と種子を食べる。個体数が増え、食料が不足すると別の場所へ移動する。メスは年2回出産し、産子数は最大4匹。個体数は安定しており、標高2000メートルまでの生息地ではよく見かけるが、より標高の高い地域ではより広く分散している。分布域の東端では個体数が減少する。IUCN レッドリストでは、 経度懸念に分類されている。ありがとうございます。